皆さんは「体感という言葉を聞いたことがあるでしょうか 体幹はモデルやアスリートが特に重要視しているもので近年は健康やダイエットに関心のある人たちもトレーニングをして体幹を鍛えております見た目の美しさはもちろんのこと一生健康でいるために体幹というのは非常に重要な役割を果たします体幹についてこれまであまり意識してこなかったよという人はぜひこの動画をご覧いただき体幹についての知識を深め一緒に体幹を鍛えていこうではありません 体感というのは、私たちの日常生活のあらゆるシーンに深く関わっています。体感を鍛えることによって、第一印象を良くする、すらりと伸びた背筋や美しい姿勢、そして、 朝のすっきりとした目覚め、疲れにくい体、腰痛や肩こりとは無縁のしなやかさ、精神的なストレスにも強いメンタルなどを手に入れることができます。本書では体幹の重要性と人生を左右するほど体と心が変わる効率の良い鍛え方を専門家が徹底解説しております。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルの竹見です。今回はトップアスリートのトレーナーのほか、有名アーティストのサポートも務めている 体幹トレーニングの第一人者。 小克美さんが書かれた眠れなくなるほど面白い図解体幹の話を解説していきたいと思いますさてこれを聞いている皆さんの中には俺は筋トレをしているからわざわざ体幹を鍛える必要なんてないと思っている人いるかもしれませんが実は体幹は鍛えることができていないケースが多々あるのでぜひすでにトレーニングをしているあなたも自分は体幹を鍛えることができていたのかということを意識しながら 聞いていいてただければと思いますそして別に筋トレは興味ありませんとかスポーツをあまりやりませんという人はおそらくほとんどの人が体幹部の筋肉が衰えておりますその衰えがあなたの今の姿勢の悪さや肩こり腰痛疲れやすさなどにつながっているということをあなたは知っていたでしょうか というわけで本日は体幹について徹底的に解説していきたいと思いますこの動画を見終わる頃にはあなたは体幹の重要性に気づきよっしゃ体幹を鍛えようと思えているはずであります 原因不明の疲れやすい体から圧倒的に疲れにくい体に変わる方法が分かっているはずです本日の動画では本書の中で特に個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説していますですのでこの動画を見ることでこの本いいなと思っていただけましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取って全ての内容をチェックしていただきたいと思いますそれではリラックスして楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んでいこうではありませんか 本日のお品書きは次の通りです。1言で体幹を鍛えれば自分史上最強の体が手に入るということ2言で体幹を鍛えることの驚異的なメリット3選について3言で体幹を鍛える最強のトレーニング方法をお伝えしていきたいと思います。それでは早速1言の体幹を鍛えれば自分史上最強の体が手に入るから解説をスタートしていきましょう。さて冒頭でも申し上げた通り体幹 体というのは日常生活のあらゆるシーンに深く関わっているものでこの体感をしっかりと鍛えてあげることでさまざまな健康効果が得られるということが分かっているんです例えば体幹を鍛えてあげることでまず嬉しいのは 圧倒的に疲れにくい体が手に入るということでしょう。現代人は特に疲れやすいとか、疲れが抜けないという悩みを抱えている人が多いと言います。皆さんもね、朝満員電車に揺られて、職場に着く頃にはもうぐったりと疲れてしまっているんですとか、仕事を始めても私すぐに疲れちゃうんですとか、 一時間も家事をすればもう疲れて動けないとかそういった疲れやすさに悩まされていないでしょうかそういった人はぜひ今回の動画をしっかりと見てあなたの体幹を鍛えてみてほしいんです驚くほど圧倒的に疲れにくい体が手に入るはずですその他にも体幹を鍛えることによってバランスの良いブレない体が手に入り怪我をしにくくなったり腸を活性化して健康になれたりぐっすり眠って 目覚めもスッキリの生活が手に入ったり、長年の腰痛や肩こりから解放されたりと、本当にさまざまなメリットがあります。日本を代表する。 プロサッカー選手である長友優斗選手もこの体幹トレーニングを非常に重要視しており体幹部の筋肉を鍛えることによって深刻な腰痛を克服し体幹トレーニングによって運命を変えた一人であります長友選手は現在も体幹トレーニングを欠かさずその大切さを世界に発信されているそうですさてさてではここからいよいよ超重要な体幹についてちょっと一緒にお勉強していきましょうか まずね体幹とは何ぞやという基本的なところから一緒に確認していきましょう体幹とは人間の体の頭と手足を除いた部分つまり胴体のことを指しております主に胸背中 お腹、腰などの胴体のことを体幹と呼んでいるわけなんです。この体幹は私たちの日常の様々な動きに関わっている非常に大切なものです。例えば、姿勢を保つ上で体幹は重要な役割を果たしております。よく正しい姿勢をキープできないという人がいますが、それはあなたの体幹が弱っていることが原因なんです。またね、 歩く、走るといった基本的な動作にも体幹は関係しておりますし電車やバスが急に揺れた時とっさに足で踏ん張り転ばないように私たちは体幹でバランスをとっているんです姿勢の維持はもちろんのこと体を動かす起点となるのが体幹なんですそして体幹はインナーマッスルとアウターマッスルのバランスが超重要です私たちの体は 体の表面にあるアウターマッスルと体の深層にあるインナーマッスルで構成されているんです。アウターマッスルはね例えば 腕の力こぶとか割れた腹筋など鍛えた成果が目に見えてわかりやすい筋肉のことです筋トレをしている人がよく自慢げに見せつけているあの筋肉がまさにアウターマッスルでありますそして一方でインナーマッスルは体の深いところに位置する筋肉ですから見たり触れたりすることが難しい筋肉になりますですから筋トレや運動を定期的にやっているよという人であっても 人にどやねんと見せつけるアウターマッスルばっかりを鍛えて、インナーマッスルをあまり鍛えていないというケースが多々あります。疲れにくく、動作にもキレのある理想的な肉体を手に入れるには、インナーマッスルとアウターマッスルをバランスよく鍛えることが重要なんです。そして体幹はトレーニングに関心の高い世代はもちろんのこと、子供たちやシニアの方にとっても人生を左右するほど大切なものであります。 例えば子供の場合であれば体幹力があれば怪我をしにくくスポーツの上達も格段に速くなりますまたシニアの方の場合であれば体幹力があればいつまでも旅行や趣味など自分のやりたいことをやるための強靭な体が手に入ります皆さんの中にはね若いうちはまあしょうがないからバリバリと働いて時には嫌な仕事にも耐え嫌いな上司にも頭を下げそして引退してロ 老後になったら自分の好きな趣味とか旅行をして自由気ままに暮らそう仕事から解放されて自由に生きるんだと考えている人が結構いるかもしれませんが老後に自分の本当のやりたいことをしたり第二の青春をしっかりと謳歌するために絶対に必要なものがありますそれはズバリ健康的な肉体であります 年を取ると体にガタが来るとか腰が曲がってしまうとか筋肉が衰えてあまり動けなくなってしまうすぐに疲れてしまうといったイメージを皆さん持っているかもしれませんがそれは大きな誤解であると著者は言いますみんながみんなそうなるわけじゃないんです同じ老人で 同じ年齢であってもある人は10歳も20歳も若く見え一方である人は実年齢よりも老けて見えたりするケースって結構あるじゃないですかその差には体幹をしっかりと鍛えているかどうかが大きく影響します ですから、年だから仕方ないよなどといった声は、笑って聞き流し、コツコツと私たちは体幹を鍛えるという作業をやっていこうではありませんか。体幹さえ鍛えておけば、大きな病気や怪我で入院したとしても、寝たきりになるリスクはぐっと低くなります。寝たきりになっちゃうと、一気に老化やボケが加速してしまうから、たとえ病気や怪我をしても、寝たきりにならないというのは、めちゃめちゃ重要なことであります。さらに 体感力があれば自分の足で好きな場所に行くことができ心も体もいつまでも生き生きと過ごせるようになるんです第二の青春を過ごせるかどうかはこの体感力が鍵を握っていると言っても過言ではないんです あなたの体幹を目覚めさせることができれば、私たちの体は確実に変わります。では、どうすれば体幹を目覚めさせることができるのか。体幹の筋肉を目覚めさせ、バランスよく使えるようにする鍵は、1、ドローイン、2、ストレッチ、3、体幹トレーニングの3つであります。 ドローインは空気をゆっくり吸い込んでお腹を膨らませゆっくり息を吐きながらへこませるというトレーニングでインナーマッスルに素晴らしい刺激を与えてくれますそしてストレッチは筋肉の柔軟性やバランスを高め怪我を防止しますそして体幹トレーニングをすることによって姿勢を整えるインナーマッスルが周囲の筋肉と連動してスムーズに使えるようになります 具体的なトレーニング方法については3言で詳しくお伝えしますので楽しみにしておいてくださいそれでは1言の内容をこの辺でまとめておきたいと思いますポイント1体幹とは人間の体の頭と手足を除いた部分でつまり胸背中 お腹腰などのの胴体のことである私たちの体は体の表層にあるアウターマッスルと体の深層にあるインナーマッスルで構成されており体幹はインナーマッスルとアウターマッスルのバランスが超重要である。ポイント2 体感は現役世代はもちろんのこと子供たちやシニアの方にとっても超重要である老後に自分のやりたい趣味や旅行をし第二の青春を謳歌できるかどうかは体感力が鍵を握っている年だからと言い訳をせずにコツコツと体幹を鍛えようポイント3体幹を目覚めさせ体を確実に変える鍵は1ドローイン2ストレッチ 3体幹トレーニングこの3つをコツコツと行うことであるそれでは次に2言で体幹を鍛えることの驚異的なメリット3選について解説していきたいと思いますさてここからは体幹を鍛えることの驚異的なメリットをガンガン皆様に整理しながらご紹介し体幹を鍛えようという皆さんのモチベーションを最大限に引き出していきたいと思いますではまず最初に皆さんが動画の構成を理解しやすいようにこれから 紹介する体幹のメリットを最初にまとめて発表しておきましょう体幹を鍛えることの驚異的なメリット3選1 圧倒的ににに疲れにくい体体ががが手に入るるるる健康ののの鍵を握る腸が活性化する3長年の体の不調が消えるではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきたいと思いますそれではまず一つ目の体幹を鍛えることの驚異的なメリット圧倒的に疲れにくい体が手に入るについて解説していきたいと思いますさてこれを聞いている皆さんの中には次のような悩みを抱えている人がいるでしょう私はなんだ かちょっと動くだけで疲れてしまうあるいは買い物に行くだけでも疲れてしまう仕事や勉強を始めると1時間もすれば疲れ果てて集中できなくなるさていかがでしょうかこのように疲れやすさに悩んでいる人は 日本人は特にたくさんいいると言われています。なぜこんなにも疲れている人が多いのかというとそれは生活習慣や食習慣の乱れであったりそもそも働き過ぎであったり休憩を取らずに頑張りすぎていたり睡眠のトラブルがあったり人間関係で何か悩みがあったりと本当にさまざまな要因が考えられますもちろんねこういったことが疲れの原因にはなっているでしょうがただ確実に言えるのは動きの良い 体は疲れにくいといととうことなんです動きの良い体とは関節の可動域が広く筋肉同士の連携が良く筋力も十分にある状態です。例えば 歩くという動作一つにしても様々な筋肉がスムーズに連携していれば無駄な力を使うことがなく疲れにくいんですさらにはそもそも筋力が十分であれば疲労を感じることも少なくなります筋トレをしていない人がいきなり2 0キロのダンベルをね10回持ち上げてくださいと言われたっておそらく頑張っても1回か2回持ち上げただけでもう腕が疲労してしまって持ち上げることができないでしょうしかし、か 定期的に筋トレをしている人ならば2 0キロのダンベルを10回持ち上げてくださいと言われても分かりましたと余裕ですよという感じでスイスイ持ち上げることができるでしょう筋力が十分にあるので疲労をあまり感じないわけなんですこれと同じ理屈であります体幹の筋肉は日常的に機能している部分ですからここを鍛えることによって様々な動作が楽になりどんな時でも疲れにくい体をキープ でできるんです体幹が鍛えられると体のバランスが整い徐々に疲れにくい体へと変わっていくことができますその結果悩まされていた謎の体の不調やだるさが取れ気づけば疲れ知らずの体が手に入っているかもしれませんコツコツとそれを目指して体幹トレーニングを実行していこうではありませんかまたねこの疲れにくい体というのは当たり前ですが仕事の成果などに直結します 午前中働いただけで、ヘロヘロになってしまい、午後からはなかなか集中して働けないという人よりも、午前中もバリバリ働き、午後も疲れずバリバリ働ける人の方が、そりゃ成果は出るでしょう。また、疲れにくければ、仕事に帰った後に、ジムに行くことだってできるでしょう。そうすれば、運動することの圧倒的なメリットもゲットすることができ、疲れやすい体を持っている人とは、どんどん差が開いていくんです。また、 疲れにくい体があれば、趣味に熱中したり、自己投資をして、スキルアップをすることも可能です。普通の人が、仕事から帰ったらもう疲れて何もできないのに対し、疲れにくい体を持っている人は、仕事から帰った後でも、まだ2時間集中して勉強することができたり、大好きな趣味に没頭することができます。また、疲れにくい体を持っているということは、人間関係も良好にすると私は強く感じます。 どうしたってね、疲れている時は人に優しくしてあげるのは難しいと思います。人のために何かをやってあげることも難しいでしょうがあなたが疲れにくい体を持っていれば率先して誰かのために動くことだってできるでしょう。このように体幹を鍛えて疲れにくい体を手に入れることには圧倒的なメリットがありますので疲れにくい体を目指してコツコツと私と一緒に体幹を鍛えていこうではありませんか。さていかがでしたでしょうか それではここまでで一つ目の体幹を鍛えることの驚異的なメリット圧倒的に疲れにくい体が手に入るについての解説を終わりにして次に行きたいと思います。 それでは次二つ目の体幹を鍛えることの驚異的なメリット健康の鍵を握る腸が活性化するについて解説していきたいと思いますさてこのチャンネルをご覧になってくださっているような健康リテラシーの高い皆さんであれば健康になるためには腸がとても重要であるということを既に知っているかと思います腸の健康のために発酵食品を食べたり食物繊維を摂取したりと頑張っている人もいるでしょう そんな人はぜひ腸のために。 体幹も鍛えててあげて欲しいんですというのもなんと体幹を鍛えることによって腸を活性化させることができるからなんです体幹トレーニングでお腹や背中腰などのインナーマッスルを鍛えてあげれば腹圧が強まり内臓の動きが活発になりますその結果腸の働きも活発になるというわけなんです逆に体幹部のインナーマッスルが衰えてしまうと便をスムーズに押し出しにくくなっちゃって便秘の 一因になります今便秘気味の人はインナーマッスルが衰えてしまっていることが原因かもしれません。そして インナーマッッススルを鍛えるることで腸のの働きが活発になればリラックス効果のあるセロトニンが分泌されやすすくなりますセロトニンはメンタルを健康にするためにとても重要な物質でありこのセロトニンのなんと95%を腸が作り出しているんですだから腸を健康にしてあげればセロトニンがしっかりと分泌されその結果ストレスが軽減され精神が安定して心のバランスが保たれるように なるんですこのように体幹を鍛えてあげることで腸の健康そしてセロトニンによるメンタルの健康といったふうに素晴らしい連鎖が起こるんですさていかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の体幹を鍛えることの驚異的なメリット健康の鍵を握る腸が活性化するについての解説を終わりにして次に行きましょうか それでは次3つ目の体幹を鍛えることの驚異的なメリット長年の体の不調が消えるについて解説していきたいと思いますさてこれを聞いている皆さんの中にも長年体の不調に悩まされているんですという人が結構いらっしゃるのではないでしょうか 多くの人が感じている体の不調には腰痛や肩こりが必ず上位にランクインしております皆さんも腰痛や肩こりに今悩まされていないでしょうかもし悩まされているのであれば是非体幹を鍛えましょうということを提案したいんです また、睡眠のトラブルが長年の体の不調の原因の一つになっているケースもあります。日本人の約5人に1人が睡眠障害を抱えていると言われているほど、睡眠のトラブルを抱えている人は多いんです。睡眠の質を低下させる要因は 体内時計の乱れやストレスと言われておりますが腸の働きも睡眠の質を大きく左右しておりますというのも先ほどチラッと出てきた腸で作られるセロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの原料となるからなんですですからセロトニンの分泌が減っちゃうとメラトニンも減ってしまい睡眠トラブルを引き起こす原因になるというわけなんですですが体幹トレーニングを行うことによって腸の働きが良くなるとこのメラトニン セロトニンの分泌もスムーズになり睡眠リズムが整うようになるというわけなんですさらにセロトニンも増えますからリラックスでき眠りにつきやすくなって睡眠の質も向上します是非肩こりや腰痛そして睡眠のトラブルに悩まされているよという人は体幹トレーニングを行って自分の体にどんな変化が起こるのかということを自分の体で確かめていただきたいと思いますそれではこの辺で2言の内容をまとめておきましょう 2言では体幹を鍛えることの驚異的なメリットを3つご紹介しましたメリットの1つ目は圧倒的に疲れにくい体が手に入るというものでしたメリットの2つ目は健康の鍵を握る腸が活性化するというものでしたメリットの3つ目は長年の体の不調が消えるというものでしたそれでは次3言で体幹を鍛える最強のトレーニング方法について解説していきたいと思いますさてではここからは具体的に体幹を鍛える ためのトレーニング方法についてお伝えしていきたいと思います。今回ご紹介したいのは次のトレーニング方法であります。体幹を鍛える最強のトレーニング方法。1. ドローインとストレッチ。2. プランク3 4つの動作初級編では、それぞれこれらを順番に取り上げてサクサクと解説していきたいと思います。まずは一つ目の体幹を鍛える最強のトレーニング、ドローインとストレッチから解説をスタートしていきます。さて、まずは体幹トレーニングの根本となっているドローインと呼ばれる呼吸法について解説していきましょう。体幹を鍛える上では呼吸法がとても重要な鍵を握っておりますので、 まずこれを皆さんにマスターしていただきたいんです。 ドローインとは腹式呼吸とも呼ばれています。こっちの方が皆さんには馴染みのある名前だと思います。腹式呼吸とは空気を深く吸い込んでお腹を膨らませ、吐く時には息を全部吐き切るようにお腹をしっかりとへこませる呼吸法のことであります。いやいや、たかが呼吸でしょと思われる人多いかもしれませんが、この腹式呼吸をちゃんとやれば、体の内側からお腹が絞れて、腹圧が 高まり腹圧にに関わるるインナーマッスルにも刺激を与えることがで,きるんで,すですからまずはこの呼吸をしながらお腹をへこませるという腹式呼吸をマスターしていただきたいんですこれはすべての体幹トレーニングの基本になりますからぜひここで正しいやり方を学んでくださいではまず 立って行う腹式呼吸から説明しましょうまず背筋を伸ばして胸を張りまっすぐ立って3秒間大きく息を吸いましょう そして、口から細く息を吐きながら、おへそを中心にお腹をへこませていき、3から5秒でお腹の中の空気をすべて出し切るように吐きましょう。さて、どうでしょうか。とてもシンプルで簡単ですよね。では、次、寝て行う場合の腹式呼吸について説明しましょうか。 まず膝を立てて仰向けに寝て3秒間息を吸いましょう次に息を吐きながらお腹に力を入れてへこませ3から5秒で息を吐ききってくださいさてどうでしょうかちょっとね実際にやってもらえればわかりますがお腹の筋肉がしっかり鍛えられているというのが実感できるかと思いますでは 腹式呼吸の次は体幹力を効率的に鍛えるためのストレッチについて説明していきたいと思います体幹トレーニングをする前は必ずストレッチを行って体をリセットしていただきたいんです怪我を防止するだけでなく関節の可動域も広がるためより効率よく体幹力トレーニングの効果を得ることができるからですこのストレッチについてはね別に特別なストレッチではなくてよくある一般的なストレッチで大事です です。具体的な体幹トレーニングに入る前に腹式呼吸とストレッチの2つをよろしくお願いいたしますさていかがでしょうかそれではここまでで1つ目のドローインとストレッチについての解説を終わりにして次に行きましょうかそれでは次2つ目の体幹を鍛える最強のトレーニングプランクについて解説していきたいと思いますさてこのプランクとはね体幹力トレーニングの初心者でも実践できる基本的かつ効果の体幹 高いトレーニング方法になります簡単な動作ですがその効果は抜群ですからまずはこれから取り組んで体幹を鍛えていきましょうプランクのやり方は簡単でまずうつ伏せになり肩の真下に肘をついてくださいそして肘は90度に曲げ足はつま先を立てて肩幅に開きましょうそして次に頭肩腰膝肩 足首までが一直線になるよう体を浮かせてください。この状態で10秒間キープしてもらいます。さて、やってみればわかりますが、やったことがない人は結構きついかと思います。ご自身の体力に合わせて、この動作を5から10回程度行ってください。さて、いかがでしょうそれではここまでで、2つ目のプランクについての解説を終わりにして、次に行きます。それでは次、3つ目の、体幹を鍛える最強のトレーニング。 4つの動作、初級編について解説していきたいと思います。さてではここからは本書で紹介されている初級編の4つの動作を皆さんにマスターしていただきたいと思います。まずは1つ目の動作から参りましょう。やり方は簡単で、両膝を立てて仰向けになりましょう。息を吸ってお腹を膨らませてください。そして息を吐きながら肩を上げるイメージで体を起こしましょう。 これもやってみればわかりますがお腹の筋肉がしっかりと鍛えられていることがわかるかと思いますでは次2つ目の動作に行きましょうかこれもやり方は簡単で両肘を床につき片足を肘から下が床と平行になるように上げましょうそして次に膝を体に引きつけお腹に力を入れてください そしてこれを反対側の方も行ってください。これを左右それぞれ10回、2から3セット行ってほしいです。 それでは次3つ目の動作を解説していきたいと思いますまず頭から背中まで一直線になるように四つん這いになりましょうそして頭からかかとまで一直線になるように片足を上げてくださいそしてこれを反対の足も同様に行ってください非常にシンプルな動作ですよねこれを左右それぞれ5回3セット行ってください ではでは次、4つ目の動作に参りましょう。まず、仰向けに寝て両膝を立てます。そして背中を持ち上げて、体が一直線になるように腰を浮かせてください。背中から腰にかけての筋肉がしっかり鍛えられていることが実感できるでしょう。これをね、5回、2から3セット行ってほしいです。さて、いかがでしょうか。この初級編の4つの動作をきちんと行っていただければ、鍛えるべき体幹、 をしっかりとと鍛えることができますそして本書には初級編がマスターできた人のために中級編の動作も記載されておりますのでぜひ俺はもう初級編マスターできたから中級編にチャレンジしてみたいよという方は本書を手に取って詳しくそのやり方を見ていただきたいと思いますそしてこの動画を見ている人の中にはそうは言っても私はもう年だから今更体幹を鍛えてもなぁとちょっと残念に思っている人いる かもしれませんが体幹トレーニングを始めるのに遅すぎるということはありません。 筋肉は何歳になっても鍛えるることがでできるからですいやいや、むしろ、年を今とっている人ほど、積極的に筋肉を鍛えることによって、筋肉の衰えを防いでいかなければいけません。本日の動画では、様々な体幹を鍛えるためのトレーニング方法などをご紹介しましたので、何か一つでもいいですから、今日から実践していただきたいと思います。ぜひね、お風呂に入る前に、5分間体幹トレーニングをするんだとか、 目覚めたらすぐに布団の中で5分間体幹トレーニングをするんだといった風に毎日のルーティンに体幹トレーニングを組み込んでしまいましょう3週間もすればおそらくあなたの体は少しずつ変化していきその変化を実感することができるでしょう毎日の生活が今までよりも健康で快適になったとご自身の体で実感することができれば体幹トレーニングを継続するための強力なモチベーションとなり 自然と体幹トレーニングを続けることができる自分へと生まれ変わっているでしょう。さて、それでは3件の内容をここら辺でまとめておきます。3件では体幹を鍛える最強のトレーニング方法を3つご紹介しました。1つ目はドローインとストレッチでした。2つ目はプランクでした。3つ目は4つの動作初級編でありました。 さてさて皆様いかがでしたでしょうか本日は1言でね体幹を鍛えれば自分史上最強の体が手に入るんだという魅力的なお話に始まり2言では体幹を鍛えることの驚異的なメリット3選ということで皆さんの体幹を鍛えようというモチベーションを最大限に高めたところで3言で具体的な体幹を鍛える最強のトレーニング方法についてできる限りわかりやすく解説してきました個人的にはねやはり 体幹を鍛えることによって疲れにくい体が手に入るというのが最高のメリットなのかなぁと感じております。 多くの人はもう仕事が終わったらヘロヘロで何もできないよと感じているのではないでしょうか。ですが、そんな人であっても体幹をコツコツと鍛えることによって徐々に疲れにくい体が手に入ればたとえ仕事が終わった後でもまだ疲れておらず帰ってからの時間を自分の趣味に費やしたりあるいはジムに通ってさらに健康的になったりスキルを身につけるために勉強したりと有意義に過ごすことができます。 毎日仕事から帰ったらもうヘロヘロでテレビをつけてソファーで横になっておりますという人とこのように毎日仕事が終わった後の時間を充実して活用している人との間には圧倒的な差が生まれてしまうということは簡単に想像できるかと思いますぜひね体幹をコツコツ鍛えることによって他の人が見たら「えあなたまだ疲れていないんですか?」といったレベルの疲れにくい体を私と一緒に手に入れていこうではありませんか 本日は以上になります。この動画がためになったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので高評価ボタンとチャンネル登録どうぞポチッとよろしくお願いしますまたこのチャンネル以外にももう一つ本ようやくチャンネルと切り抜きのチャンネルもやっておりますので興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れてみていただけるととても嬉しいですではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております本日はご清聴ありがとうございました